おいしょ。はい、どうも皆さん、やってまいりました。今日はですね、コストコの大好きなサラダ。このサラダと、コストコで気になってた、ローストビーフサンドイッチ。こいつらを、いただいていきたいと思います。はい、ということで、もうね、さっきサムネ用に写真撮ったんで開けたんですけど、ローストビーフサンドやばない。んで、このサラダ。エビとマンゴーとなんかレモンとなんかいろいろ入ってんだけど、これちょっとレモン絞ってこのドレッシングかけて、早速いただいていこうかな。もうドレッシングやっぱ全掛けやろ。出て開けんな、これ。開かへん。開かへん。開け口どこにあるの？あった。いきます。ドバーン。うわ、なんかすげえドレッシング。俺が昔食べたドレッシングとちょっと違う気がするぞ。で、レモンを絞ります。目飛んできた。いった。目がギリギリ入ってへんかった。しゃ、早速いただいていこうか。なんかすごいセロリの匂いする。いただきまーす。エビから。うん。めっちゃカレー系のドレッシング。俺の知ってらっしゃるぞ。でもうまい。トマト。うん。このサラダにマンゴー入れるっていうのがみんな多分ね、ピザにパイナップル乗っける意味がわからん人とかやったらもう理解できへんと思う。ちょっとマンゴー食べてみます。カレーとマンゴー、いただきます。うん。合うやないかい。うまっ。これサラダ意外と。止まらんで。だからドレッシングかけすぎた。カレー味濃すぎる。うまい。これがサラダ。ローストビーフサンドイッチ。これいただいていきますよ。サラダの味が強すぎて、あんまサンドイッチの味してない。もう一回。うん。うまい。この肉厚な感じ。うまい。これは当たりや。ほんで全然しつこくない。めっちゃ食いやすい。めっちゃあっさりしてる。うん。これは意外といけんのペロッと。でもな、半分がちょうどいいかも。シンプルにうまいってやつやな。なんか飛び抜けてうまいわけじゃない。ローストビーフがなくなったパン、もはやパン、マスタードが塗られたパン。うん。このサラダのカレー風味のシュリンプを挟んだらどんな感じになるやろ。シュリンプバーガー。うん、大して変わらん。食感変わったぐらい。うまいな。ちょっとサラダ食べていこう。ドレッシング最初かけんかったかったな。味めっちゃ濃いぞ。見てこのドバドバ垂れてる感じ。うん、うん、うまいけどな。うまいな。マンゴー食いたかったから嬉しいわ。やっと夏のフルーツ食えた。結構辛い。なんか結構辛いけど、マンゴーとかトマトが和らげてくれる。うん、めっちゃええ役割してる。このエビが何気にうまい。なんかプリンプリン。うん、エビうまいな。セロリと豆はうまい。セロリと豆早くなくならんかな。トマトうめえ。あとエビとマンゴー、うまっ。なんかマンゴー味強くて、このカレーの風味かき消しよる。マンゴーうまいな。いいわ。うまい。ラストエビ。
ラストローストビーフサンド半分。多い、シンプルに多いのよ。いただきます。なんか味が強くないことが救いやわ。これ味濃かったらギブ。うん、うまい。でももうきつい、気がちっちゃなってるわ。ちょっと苦しい、ギブしている。ちょっと休憩して後で食べたいですね。胃に悪いですわ。ほんまに食えへんくなった。やばいな。胃のキャパどないなった。俺今回太らずいけるかなって心配やったけど、多分太らへん。マジでそんな食えへん。この減量を繰り返しすぎて、半年間かけた減量するとやっぱ胃がちっちゃだね。うん、間違いない。ちょっと胃のキャパでかくしたいけど無理やわ。美味しくいただくのが一番ということで、こいつは後ほどいただきたいと思います。完食できなくて申し訳ないです。なんかすごいしょうもない動画になったけど、以上になります。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、チャンネル登録お願いいたします。いやー、なんか今日のこの動画ちょっと、ボツにしてー。まあね、一応アップさせていただきます。では、See you next time. Bye!